北風がですね、今日は強くて肌寒いんですけどね、肌寒いというよりも痛いほど冷たいっていうところですかね。今島田さん家の自宅庭を映してます、ハウスを映してますけども、この後西側ですね、こちら側、今そっちに西側の方に歩いているっていう、先日ですね、安倍さんと話をしていて、ここのとこ何回か YouTube の方に登場している東京の安倍さんです。ハウスの中で作業の手伝いをしてくれてですね、空気がとっても美味しいですねとか、ヒバリの声がとっても爽やかですねとか、都会では味わえないそういう雰囲気を楽しんでいてですね、宇宙蘭もかなりの量ですね買ってくれまして、ハウスの中で球根植えをしてくれたりしてました。そのうち自分のハウスが欲しいですねなんていう話をしたもんですからね、島田さんもよかったらうちの畑使いなよ、ここが島田さんの畑です。向こう側に家がありますよね。ここ用水堀ですけど、ずっと用水堀行ったここですね、ここのところから前ずっとですね、ずっとそう麦畑がありますね。その麦畑の向こうは空いてますね。その向こうにまた麦畑ありますけど、ここみんな島田さん家の畑です。それからあそこに家がありますね、そのこっち側ですね、ここも島田さん家の畑なんです。そういうことでですね、かなりの量ありますから、よかったら一つ使っちゃいなよなんて言ってました。ここが一番ハウスから近いところですね。ここですね、ハウスがありまして、ハウスがありまして、ここですね、ここだったらですね、電気も水道も特に引かなくても、こっちのハウスから水を引っ張ったり、電気を使うときだけは延長コードで持ってきてもね、使えますから、どうせだったらここの一番近いところ使っちゃいなよっていうことで話をしてました。そういうことでですね、安倍さんもだいぶ乗り気になってきましてですね、じゃあここに、10メーターぐらい、とりあえずは10メーターぐらいのハウスでも作ろうかななんていうことで言ってましたけど、そのようにしてですね、使えるうちはどんどん使いなよっていうことで島田さんも気持ちよく言ってくれましたんで、多分今年にはもうハウス作っちゃうと思います。今のところですね、他の方に貸しているんで、そこ麦作ったりしてますけど、もう少し経つとですね、水田になっちゃいますんで、麦を刈り終わると今度は米を作るんで、種もみ買ったりしちゃうといけないので、ここだけは使うよって言っとけば種もみ買いませんからね。そんなことでここにいずれハウスができるんじゃないかななんて思ってますけども、そのようにして仲間がどんどん増えていくっていうのは楽しいことなんでね、できるだけのことはしてあげようかなと思うんですけども、遠くの方からですね来てくれて、一緒に作業をやって、一緒にうちと同じような考え方で宇宙蘭やってくれるっていう、そういう仲間が増えるっていうことはとても楽しみなんで、これからの安倍さんのね成長をさらに、期待したいと思ってますけどね。また安倍さんがこれを見てニヤニヤしてるんじゃないかななんて思います。